入れ子式に重ねて使える便利なネストテーブル。たくさんのメーカーから販売されており、モダンなガラス製、ナチュラルな北欧風、デザインアンティーク調のものなど種類は様々です。お部屋をおしゃれにまとめられるアイテムではありますが、どれを選べばいいか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで今回はネストテーブルの選び方と合わせておすすめのネストテーブルを人気ランキング形式でご紹介します。お部屋に合ったネストテーブルを見つけてインテリアを格上げしましょう。リストの最初の製品はネストテーブル萩原。玄関、ソファーサイド、ベッドサイドにも置きやすいコンパクトサイズ。ダークブラウンの落ち着いた色味がおしゃれですね。サイズは大テーブルが約幅40、奥行き25、高さ41cmで、小テーブルが約幅30、奥行き20、高さ39cmです。リストの2番目の製品は、ディーンネストテーブル坂部。3つのサイズ違いのテーブルは、入れ子式のため、使わないときはコンパクトに収納可能。高さの違いを利用して、階段のように並べ、写真立てやお花を飾れば、おしゃれなディスプレイに早変わりします。テーブル自体が軽いので、移動がしやすいのも嬉しいポイントです。使う時以外は、すっきりしまっておきたいという人に適しています。次の製品は、ネストテーブル東谷。天然木で作られた、シンプルかつ温かみのあるデザイン。下部に棚がついており、収納に便利ですよ。サイズは、大テーブルが幅70、奥行き38、高さ 35.5cm、小テーブルが幅70、奥行き28、高さ 26.5cm です。次の製品は、ネストテーブルユニカ宮武製作所。お茶を飲みながら、パソコン作業が余裕でできるワイドなガラステーブルと、水に強い木目模様のテーブルを組み合わせた一品。重ねて使うと、テーブルの間に7センチメートルの隙間ができるので、雑誌や小物なども飾れます。光を反射して銀色に輝く、クロームメッキ製の足が、高級感のある雰囲気を演出するでしょう。テレワーク用のデスクとしても使えるものを選びたい人に、ぴったりです。次の製品は、ネストテーブル日照 SI-020BR。長年使い込んでいるかのようなヴィンテージの雰囲気が、再現されており、置くだけでワンランク上の上品な印象に、2個並べてセンターテーブル代わりに使ったり、ソファのサイドテーブルとして配置したりと、組み合わせは自由です。部屋の隅にも置きやすい四角天板なのも魅力です。置き場所が明確に決まっていない場合でも購入しやすいでしょう。リストの次の製品は、ウォールナットネストテーブル BB ファニシング。ウォールナットのキメがモダンなテイストを演出する、どこか懐かしいデザイン。ガラス天板の下には、シリコンゴム製のストッパーがついており、ガラスがずれるのを防ぎます。さらに、フローリングの床に設置しても傷がつかないよう、足先には保護キャップ付きです。次の製品は、ネストテーブルセット萩原。エレガントな彫刻と、猫足、古くから使い込んだような味わいの、アンティーク風デザインが注目ポイントです。SML の3大世代のアンティーク風デザインが注目ポイントです。SML の3大セット。取材にはパイン材を採用しています。リストの次の製品はアンティーク調ネストテーブルモーテム。洗練されたアンティーク調の見た目が素敵です。アイアンと合板で作られています。重量は大テーブルが 4.2kg です。アイアンと合板で作られています。重量は大テーブルが 4.2kg、小テーブルが 3.2kg です。リストの次の製品は、ネストテーブルコストウェイ。天板には高品質の MDF 素材を採用。足は水、傷、衝撃に強い処理や錆びにくい加工が施された、施されたスチールフレームで作られています。表面が滑らかなので、湿った布で拭くだけで簡単にお手入れできて便利です。リストの次の製品は、ネストテーブル2個セット装売。
天板に足をネジで締めるだけ、簡単に完成します。角を丸めて仕上げたシンプルなホワイトテン板と、自然感あふれる竹製の足との組み合わせが、注目ポイント。部屋に馴染みやすく、スタイリッシュで落ち着いた、存在感を放ちます。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に、製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。